ダンヒル銀座本店ダンヒルは、イギリスを代表する高級ファッションブランドで、ディシモングループに属する。1880年に、バグ専門製造を路上利用として、ロンドンで創業。その後、1893年に、アルフレッド・ダンヒルが、父親から家業を受け継ぎ、衣類や小物の製造業にも乗り出すなど事業を拡大した。その後自動車が普及することを見越し、 自動車旅行用品を多く売り出した。その種類の豊富さは、しばしば、エンジン以外なら何でも揃えていると表現され、ダンヒル商品の多くは、モートリティーズという言葉が一つのキーワードとなる。この言葉は、自動車と権威を組み合わせた造語で、コンセプトのような位置づけであった。また、創業当時のブティック名は、ダンヒルモートリティーズだった。現在では、スーツ、 カジュアルなどの衣類を中心にバッグや財布などのレザー、カフリンクスやタイバーなどのアクセサリーなど男性向けファッションアイテムを展開している。本店はロンドンメイフェアのボードンハウス。ホームと呼ばれる期間店はロンドンのボードンハウスの他に銀座、上海に合計3店舗存在する。サッカー日本代表オフィシャルスーツを2000年から提供。 スコットランドのセントアンドリュースでアルフレッド・ダンヒル、リンクスチャンピオンシップを30年以上開催している。二代目、アルフレッド・ダンヒルの弟、トマス・ダンヒルは作曲家として著名。現在は、フランスのカルティエやスイスの IWC、ドイツのモンブランなどのラグジュアリーブランドを多数、所有する、スイスのリシュモングループの参加となっている。現ロンドン本社の CEO は、アンドリュー・マグ。 ありがとうございます。